離縁の妻になった芸能人。大木千景さん、坂田藤十郎さん。若い頃から無類の女好きで、彼も週刊誌の常連でした。そんな遊び好きの彼でしたが、ある女優を妊娠させてしまいます。それが当時宝塚スターだった大木千景さんでした。二人は1958年に結婚します。新婚旅行の時、藤十郎さんは酔った勢いで自身の女性遍歴を悪びれることなく全て打ち明け、その相手への対応方法なども堂々と新妻に語ったと言われています。結婚後も若い愛人が常にいました。世間一般の私たちでも愛人のことを知っているわけですから、もう浮気を妻に隠すとかいう発想は持っていなかったのではないでしょうか。妻の大木千景さんが、彼は常に女の人がいないとダメですから、女性にモテない夫なんてつまらないとコメントしていました。三田寛子さん、笑っていいともフジテレビ系のコーナー、寛子のお菓子大好きに出演していた頃は天然キャラで、いつもキャーキャーと甲高い声を出してニコニコしていた三田。テキパキした手際の良さはほとんど感じられなかった彼女が、1991年歌舞伎役者中村橋之助と結婚し、離縁の妻となった際には周囲を驚かせた。その後はテレビに出演することもなく、いつの間にか3人の男の子を出産。最近は自身のタレント活動も再開し、美しく落ち着いた印象でテレビに出演している。近藤里さん、フジテレビアナウンサーからフリーとなり、ナレーションからバラエティ番組まで何でもこなせる実力派の美人アナウンサー近藤は、1998年に坂東三津五郎、当時は八十助と結婚。彼らが出会った頃、三津五郎は結婚しており、不倫愛を貫いたと話題になったものの、2000年には離婚。さまざまな離縁の掟が二人の愛を引き裂いたという噂もあった。竹内優子さん、映画で共演したことをきっかけに、2005年中村獅童さんとできちゃった婚をした竹内さん。女優としても売れっ子で仕事をバリバリこなしていた彼女にとって、離縁の妻は予定外だったのか、仕事を引退することはもちろん、セーブすることもなかった。その上、獅童の女性関係の噂もあって、2008年には離婚が成立。獅童さんの母親と竹内さんの間で様々な確執も取り立たされ、残念な結果となりました。前田愛さん、2009年に中村勘九郎さん、当時は勘太郎と結婚した前田さんは、子役から芸能界で仕事をしてながらもしっかり勉強にも励み、青山学院大学を卒業していた頑張り屋。女性の噂もなかった誠実そうな勘九郎とは、ドラマの共演がきっかけで交際がスタートし、すんなり結婚へとこぎつけたようだ。二人の息子を出産し、現在は自分の芸能活動は全くせずに、離縁の妻として夫や家族のために動き回っているようです。小林真央さん、歌舞伎界きってのモテ男と言っても過言ではない。市川海老蔵さんが数々の女性の中から妻として選んだ相手は、可愛らしい癒し系タイプの小林真央さんだった。女性キャスターをはじめタレントとしても人気のあった小林真央さんとは、当時彼女がサブキャスターを務めていたニュースゼロ日テレ系のインタビューで出会ったよう。芸能界を引退したわけではなかったが、もっぱら影の存在になって海老蔵さんを支え、一姫二太郎の母として家族を支えてきた。亡くなった後も多くの方に影響を与えています。藤原紀香さん、2016年3月30日に2人は婚姻届を提出し、結婚した歌舞伎俳優の片岡愛之助さんと藤原紀香さんが3月31日東京都内で結婚会見をした。片岡愛之助さんは熊切麻美さんと破局後、すぐに藤原紀香さんと結婚という運びだったため、略奪婚とも噂された。
李煙の妻は目立たないこと、夫の裏方であることを言明されますが、紀香さんは現在も2018年に主演ドラマを務めるなど芸能活動を活発に続けております。がメレンゲの気持ち日本テレビ系に出演した愛之助さん曰く、紀香さんのいいところについてびっくりするほど切符をさばいてくれると話しています。裏方をするより歌舞伎の切符をさばいてくれる方が愛之助さんにとっては支えてくれる妻ということでしょうか。そんな紀香さんが芸能活動を続けることは全ては結局は愛之助さんのためなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。李煙の妻の芸能人って意外にもいらっしゃいますね。また美人さんばかりですね。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。